さんこんにちは、スプレアートのべだちゃんです。カンチャンネルへようこそ。今日の話は日本に来てから初めての経験、いろいろがありましたけど、それの中ですごいあの経験だったって話をしたいと思います。一つはね、台風。メキシコにもなんか台風みたいな感じなものがあります。ただ私はね、メキシコシティ出身なので、ちょっと海から離れてる場所なんですよ。で、日本に来て沖縄に住みにいたんですよ。で、沖縄にはね、結構なんか台風が多くない？本当に怖くて、まあ車が飛ぶとかね、また僕ひっかせで飛ぶとかね、あと、まあ、電気なくなるとか、怖いなことって感じだったね。ちょっとね、ニュースを見てたけど、電気がなくなって怖くてね、そしたら携帯電話にね、なんか何回もメールが来てて、まあもちろん日本語読めないしさ、あと、スピーカーでね、ずっと喋ってた、まあ、市役所かなんかわからないけど、全然なんか、何言ってるのかはわからなくて、まあ、やばい。本当にやばいと思った。で、もうその後も慣れて、怖いのは怖いけど、まあ、もう全然、もう問題ないです。怖かったね。まあ、メキシコにはなかったよ。ない、ない、ない、ない。この動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントもよろしくお願いします。アディオスアミゴス。